で開発された使い捨て型ロケットでそうウ及びデルタから派生したものである最初はソウの派生型としてロングタンクスラストオーグメンテッドソウと呼ばれていたタンク延長型ソウは NASA のデルタ計画で採用され1968年に初飛行した推力増強型デルタの第一弾に使われた第二弾のアジェナ D はそれ以前から標準型のソウと 組み合わせたソアジェナとして運用されていた。ブースターとして、キャスター3機を併用する構成であった。ほとんどは、偵察衛星コロナ、特に KH-4 シリーズの打ち上げに使われたが、プログラム末期には、科学技術衛星も何機か打ち上げている1966年から1972年に、かけて43回打ち上げられ、打ち失敗が2回、部分的失敗が1回であった。 1967年5月9日の偵察衛星 KH-4A の打ち上げでは第一弾の分離に失敗し液体酸素がなくなるまで燃焼したため衛星を予定とは全く異なる軌道に投入してしまったこのため衛星から得られる画像は大きく画質の劣るものになってしまった1968年5月5日の気象衛星人バスの打ち上げでは 層の制御に失敗し、打ち上げ120秒後に、車上保護のため爆破された。このミッションは衛星に、スナップという同位体発電機を搭載していたため、注目されていた。発電機は、設計段階から打ち上げ失敗の可能性が考慮されており、放射性同位体が環境中に漏れないよう極めて頑丈なケーシングが施されていた。打ち上げ失敗を受けて、 アメリカ海軍は、スナップの捜索作業を開始し、9月27日に、チャンネル諸島のサンタバーバラ島近くの水深300フィートで、衛星本体及びスナップを発見した。その2週間後には、無事引き上げられ、ケーシングが無傷であることが確認された。内部の燃料は取り出され、後のニンバスの打ち上げの際に利用された。調査の一環で、層の一部も回収された。 調査の結果、用ジャイロの取り付けが不適切で、調整ピンが欠落していることが判明した。これは、取り付け時に作業者が誤って破損したもので、調整ピンがないために、ジャイロが本来の位置から外れて回転し始めたことで、ピッチ制御及びロール制御が始まった直後に、ブースターの制御が失われたものと結論された。1971年2月17日の偵察衛星。 KH-4B の打ち上げでは燃料注入時に誤って過剰な潤滑油を燃料系統に混入させたため凍結した潤滑油が配管を閉塞してしまった。このため打ち上げ約20秒後にターボポンプのギアボックスが潤滑油切れにより破損、分解し層のメインエンジンが引き裂かれて水力が完全に失われた。そは 姿勢制御もメインエンジンに依存する構成のため、制御不能となって横倒しになり、打ち上げ30秒後に爆発した。ソラドアジェナの打ち上げ形態には SL SL、SLV2G と SLV-2H の2つがあった。これは、ストラップオンブースターの違いによるもので、SLV-2G はキャスター1、SLV-2H がキャスター2を使用していた。ありがとうございます。